六六組のエンタメラブへようこそ。六六組のケメロジとペチとチョネヤキことサクです。注文完了。何しましたんでしょうか。タイトルホルダーに向けて強靭な心臓を注文しました。ご無事に。何、もうお金なんていいです。ということで、ペンディングトレイン第3話直前考察動画だいぶね、ショッキングなサムネになってるはずなんですけども、はい、またもや本当に皆様からすごい考察コメントが届いてますよ。本当ありがとうございます。そしてね、何ファムの方からのコメントも結構ちらほら、あ、ね、あったね、ジョー君がね、出てるので。実は僕もね、何ファムなんですよね。あ、そうだ。あら、実はあんま迷惑かけねえよ。すいません、うちのやつが。いや、大好きなんですよ。仲良くしてください。お願いします、僕はリュチェ推しなんですが、まあ、もちろんね、ジョー君も大好きなので、まあ、何ファムとしてもね、このドラマ少しでも盛り上げられたら嬉しいでございます。今日はですね、第3話直前考察ということなんですが、まあ、皆様からね、いただいたコメントをもとに、まあ、再考察していくんですけども、まあ、こういったラインナップになっています。タイトルの8時23分には意味があった、再考察、北千住殺傷事件の犯人に新展開、そして着用アイテムが運命を示唆の3本立てでね、やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の上最後までよろしくお願いいたします。ではね、まずこちらから見ていきたいんですが、ピョコさんですね。全然関係ないかもしれないんですけど、8時23分っていう数字はなんか意味あるのかなって思って調べてみたんですけど、ネットのペントレについての記事で、823は英語のスラングで文字数との関係から、シンキングオブユー、あなたのことを思っているって意味で使われることがあるらしいですね。タイトルのアスキミとだったり、何があっても会いに行くにも結構つながりますよね。ということで、そこのね、ドラマのタイトル、ペンディングトレイン8時23分明日君とのね、8時23っていうね、823っていう文字には英語のスラングでシンキングオブユー、あなたのことを思っているっていう意味が、まあ、あるかもしれないということですね。しかもね、調べたら直哉たちが乗った流山大高の森駅から秋葉原に向かう電車、実際のつくばエクスプレスの8時23分発って実際にはないんだよね。あ、そうなの。そうそうそう、まあ題材が題材だから、やっぱりあえて違う時間にしているっていうのはもちろんありそうですけども、やっぱあえてこの8時23分っていうね、数字を選んだっていうことは、まあそういったね、あなたのことを思っているっていう意味を含んでいる可能性はありそうだよね。そうだね、で、まあそれぞれのね、登場人物は、まあ、現代にね、思っている人いるだろうし、逆に現代の人も未来に行った人々のことを思っているだろうし、時空が違っても、まあ思い合っているとか、まあそういった意味が込められてそうだよね。そうだね、だから今後またさ、戻ったり、もしくは未来に行ったりっていうとこは8時23分なんじゃない、やっぱり。ああ、ちゃんと意味してんのかな、じゃないかな。なるほどね、その時間帯起点になってみたいな。ああ、なるほど、とかもあるかも、まあ、知らないよね、確かにね。ということで、続いてはこちらですね、再考察、北千住殺傷事件の犯人に新展開ということで、まあ、今までね、何回もこの事件について考察してきましたけども、割とね、今のところは前回のね、直後考察で話した、まあ、直哉たちと同じく飛ばされたであろう別の車両6号車の乗客にね、犯人がいるのではないかっていう説がね、濃厚ではあるんですが、まあ、でもね、一旦それはちょっと置いといて、まあ、すでに登場している人物で、まあ、5号車に犯人がいるとすれば、この人なのではないかっていう考察が来ました。美咲さんですかね。北千住の犯人が仮に山田裕貴、なのですね、か、藤原丈一郎、米沢だとしたら、あんな大々的に金髪と報道されているのに、住め直さないのと思います。なので逆に現在黒髪の加藤か明石が怪しいと思いました。過去5号車に犯人がいる前提です。でも加藤の頭の良さをキーとして現代に戻りそうなので、そうなると相関図にはあるものの、未だあまり出てきてない明石が犯人かなと思いました。ということで、まあ、ノーマークだった明石がここで浮上してきましたね。確かにね、美咲さんのおっしゃる通り、金髪と報道されているのにそのままで動き回るかってのもあるし、19日に事件起きてるんで、で飛ばされたのが23日なんで、まあ、数日経ってるから、そうね、全然その戻す時間はあるんだよね、黒髪にね。そうで、まあ犯人も絶対ね、事件がどう報道されているのかっていうのは見てるはずだからね、となるとやっぱ今金髪に近い色をしている直哉と米沢っていうのは少し可能性低くなりますね。そう、逆にさ、金髪にスプレーしたとかね。ああ、確かに確かに。まあ、カツラとかね。確かに、ウィッグとかだったらすぐあれできるしね。なので、まあ今ね、黒髪の人物の方が、まあなおさら怪しいっていう風になってくると、まあ20代、30代に該当する加藤と明石にはなってくるんだよね。そう。でもね、おっしゃる通り、加藤は今後のキーパーソンになることを考えると、まあちょっとなさそうだし、なんかね、研究とかで忙しくて、そんなこともできないだろうし、動機が見えてこないんだよね、なんか。でも一方、明石っていうのは、承認欲求が高くて、で、劣等感から他人の幸せを喜べない性格っていう風に、相関図に書いてあるので、そう、だからね、男女を刺したっていうのも、例えば付き合ってるのが、羨ましかったから妬みで男女を狙ったっていうのもあるし、事件を起こせば世間は注目してくれるっていう、その自身のね、承認欲求も満たせるから、そういった二重の動機で犯行に及んだのかなっていう風に思いますね。う
わ、うん、お前ええやん。いやね、やめて、なんかちょっと俺っぽいなと思ったけど。いや、お前そこは否定しろよ。こちらのオープニングのね、例の電車から風景を見ているところに明石はいて、で、田中がいないとかね、うん、そういう問題はあるけども、僕らは一旦このオープニングをね、考察に考慮しないっていうことにしてるので、うん、まあ、明石が犯人っていう説は、まあ、十分にあると思いますね。うん。うん、まあ、でも今目立ってないから、こう、そういった犯人のところに行って、離脱みたいな。そうなんだよね。だってそうじゃないと何のポジションっていうのが気になんない、うん、お菓子のゴミくず取った男だよ今のところ。今んとこね、水浴びたっていうね。そう、水も浴びてるし。そうそうそう、やばいやつポジションで言うとさ、田中がいたりするけどさ、うんうん、そういう感じでもないからってなると、実は普通そうに見えてっていうのはありそう、十分にありそうですね、うんうん、はい。まあ、なので俺結構今のところ明石かなって思ってきてるね。前その6号車にいる説ももちろんあるけども、5号車にいるとしたら確かにマジで明石かなと。逆になんでここまでノーマークだったんだろうってぐらい明石な気はしてきますね。そうだね、うん、だからそれこそ金髪のとかもやっぱ直哉とか米ちゃんに疑惑を向けるためにそういう風にやってるんだと思うね、うんうん、ミスリードさせるためのことですよ ね、 そうね、うん、はい。ということで最後はですね、サムネのトピックス触れていきたいんですが、ママさんからのコメントですね。米沢ただ明るい要因と言われたらそれまでなのですが、なんだか異色で怪しく見えてきちゃいます。個人的に気になっていることは、ユートがつけている腕時計、過去実際に販売されている本物にはサバイバル向き機能がついていて、ネバーギブアップって刻印されているらしいです。グッズにもなっている劇中仕様直哉バッグには英語で未来を変えるのは自分次第って書いてありますよね。これらの細かいところまでこだわっていることを踏まえてから、米沢のスマホケースに書いてある英語は何だったんだろうって見直したら、ゲームオーバーで怖かったです、ということで、米沢のゲームオーバーっていうね、まあ、スマホに挟んでるシールがあるんですけども、ちょっとこれにはどんな意味があるのかっていうところを考察していきたいんですが、まあ、これ米沢死にますね。あ、自分がゲームオーバー、そう、自分がゲームオーバーなんじゃないかなっていうふうに思いますね。そう。っていうのもね、まあ、まず、直哉のバッグに書いてある、まあ、未来を変えるのは自分次第っていうね、英語なんですが、まあ、これって多分、直哉自身のことを、まあ、示唆している言葉だと思うんだよね。うん、自分で未来なんか変えそうだしね。主人公。そう、主人公だし、キャラ的にっていうのもあるし、まあ、直哉を示唆している言葉っていうふうに取れますと。そしてね、ユートのネバーギブアップってやつなんですけども、いろいろね、サイト見て調べたら、本当にね、書いてあるんですよ。まあ、これは時計の裏側だし、既製品だから。また、直哉のとはちょっとね、意味も変わってくるかもしれないけども、まあ、確かにありましたと。うん。うん、まあ、あえてね、これを小道具にしたっていうふうに仮定すると、まあ、これもやっぱ、ユートのことを示唆していて、うん。本当に、まあ、絶対に諦めなさそうだからね、ユートは。うん。なんで、これもユートを示唆している言葉というふうに考えられますね。となると、やっぱ、ヨネちゃんのゲームオーバーっていうのも、これは、ヨネザワをね、示唆している言葉だとすると、まさしく自身の試合終了、死を意味しているのかなっていうふうには思うから、なるほど、うん、そんなこと言わないでよ。俺も嫌だよ。俺もヨネちゃん死んでほしくないんだけど、まあ、なんかちょっとあのね、気になるんだよね、うん、ゲームオーバーっていう文字がね。本当ね、ヨネちゃんはゲーム好きだからさ、なんかゲーム好きキャラだから、うん、そういったね、ゲームに関連する言葉のステッカーをつけてるとは思うんですけども、なんかおちゃらけてるからさ、うん、やっぱ死ぬ時はさ、誰かを守って、まあ、そこだけはおちゃらけずに死んじゃうとかの方が俺は見たい感じはするけど、まあね、ちゃんといいやつとして死ぬっていう、ね、レナとかを守るの、守るとか、ね、あ、逆にね、あ、レナ守るはありそうだね、なんかこの仲悪い感じ振ってるけど、あ、それはありそうだね。それならちょっと見てみたいというか、ね、見てみたいね、確かに。前回はさ、米沢が悪い意味で怪しい説みたいなのも ね出しましたけども、いいやつだったよ、2話、なんかそうだね、うん、ちょっとね、だからどっちだろうね、その悪いやつでなんかやらかして死ぬのか、普通にいいやつでなんかみんなに惜しまれながら死ぬのか、うん、まあどっちかではあると思うんですけども、結構やっぱナニファムからもジョー君の開演が見たいっていう声がねちらほら上がってたので、ちょっとジョー君の悪い一面っていうのは見てみたいですね、うん、で、何か悪いことしてその後追い詰められて、あ、ゲームオーバーかで崖から降りる、なんか飛び降りるとか、うわ、なんかそういったような退場の仕方っていうのも結構ゾワゾワはするけどね、うん、いいね。なんかこのドラマあんまそういったいかついことやってこなさそうな感じであるんだよね。でも本当死ぬ人とかいない可能性もあるよね。なんかね、そう、結構出てきた、めちゃくちゃ希望にあふれているっていう、なんか、うん、みんなで、うん、一致団結でいくみたいな。そうだね、結構それってさ、他の作品はあんまないからさ、うん、逆に新しくはあるんだよね。だからそっちのパターンもあるし、ってなるとやっぱりオープニングがそのまま、あれが未来の姿っていうね、説にもなってきちゃうんだけども、まあ前回とやっぱりジョー君っていうか、米沢の動向には注目かなっていう感じはしますかね、うんうん。はい、ということで今回はね、登場人物の着用しているものにね、注目して考察するっていう、まあ今までにね、あまりないことしてみましたけども、おっしゃってたように、直哉のね、このバッグがグッズとして売っているっていうこともあるので、やっぱ着用しているものに意味を持たすっていうのはかなりありそうですよね。確かにありそう。うん。
注目だね、今後も注目ですね、はい、で第3話はですね、この中に敵がいるっていう風にね、なんか予告が、うん、その出てましたけども、まあ極限状態での裏切りなんかも多分そろそろ出てくる頃だと思うので、どんどん変わっていく人たちっていうのも見ものですね、うん、あと3話ではヒゲが生えてますよ。あ、生えてた。はい、加藤さんがヒゲ生えてました。加藤さん、加藤さんは脱毛行ってなかったっていう感じです。よかったね。あ、サムネ使いそうだね。いやいや、使えるか。はい、ということでね、ぜひ次回はね、第3話リアルタイム生配信の方でお会いしましょう。ということで、以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、ペチ。はい。ペチがプロデュースするサコッシュを出すとしたら、どんな文字をデザインしますか？サコッシュ？うん。ただじゃ帰るな。どういうことだろうね、帰るな。意味なさそう。逆になさそうなもん。